ちゃこんにちは。さあ今回も、はい、クレイさんにおはようございます。みんな大好き、みんな大好きクレイさんにとってはありがとうございます。僕めちゃくちゃ緊張してて、緊張する理由がない。あの僕もう根っからのベイスターズファンで、毎日ユタさんのチャンネルを見させていただいてもう動画を上げ始めたタイミングでもう即チャンネル登録させていただいて、おー、はい、いいねもしてる。あ、もちろんはい、ということで、はい、今回ですね、まあ、クレイさんの動画、はい、まあ、我々も拝見させていただいております。はい、もう代名詞といえば100連ガチャ、100連スカウトでしたっけ、はい、というものがやっぱりこのクレイといえば100連みたいなのがあるらしくて、ね、俺らじゃないな、はい、僕は売りが売りが僕らやっても余計の売りがないよね。ユタさんが喋るだけでも売りおお、ま、たいやいやいや、いや、仕上げますねということなんで、はい、はい、まあ、そのクレイさんの代名詞の100連を、はい、うちのこのユタガチャンネルでやっちゃおうじゃないかということで、はい、やっちゃおうよ。最初に全然動画関係ないですけど、はい、オーダー見せていただいて、あ、オーダー、せっかくなので、オーダーオーダーオーダーこれですね。今こういう感じで、なるほど、いや、シューター、はい、S が今、ロメロ選手と福田選手とバレンティ選手の3名ってことですね。はい、ロメロいたっけ、あれあ、いますね、S、ロメロ選手、今のが S ですね。あとは、はい、ピッチャーが今まだ S がいない。ああ、そうなんです、はい、なるほど。今、ちょうどこの動画を撮影してるタイミングで、はい、1700万ダウンロードをこのプロスクイーズが達成しまして、はいはいはい、ちょうど今、50連の福袋っていうのがあるんで、ちょうどそれが50連で S ランクが3名確定っていう、結構内容的には豪華なガチャになって、で、その、まあ、そこで S ランクがかなり集められるかなとは思うので、今回その100連の中の50連をちょっとここに当てるのがまずはいいかなと。なるほど、はい、じゃタイミングも良かったかもしれない。タイミング良かった、たった3人か、はい、いや、それでもですよじゃあ S はもう、いや、もうこれは S ランクが確定だな、はい、はい、出てます。ピッチャー出てほしいですね。ピッチャーやっぱ欲しいですね、はいはい、ピッチャー狙いでいきましょう、うん、S の選べないんでしょ、でもはい、いや、それはまあそうだね、引きですよ、ユダカさんの大野雄大、はい、おー B じゃない、まあ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 、最初はやっぱ B じゃない、最初はまあ誰だこれ、あー、2万円、はい、2万円、調子いいのか、調子いいですね、嫌い、ダメだわこれ、パ・リーグばっかりじゃん。これ何パ・リーグなの、いや、そんなことないです。じゃあ行くよ、まあまあ、怖いです。怖いじゃん、後輩が来た。あー、これで次が次勝てて、ね、です。おー、ちょっと怖いじゃん、ちょっと、この流れじゃ大したの来ないと思う、多分。いや、ユタカさんなんで、はい、梶谷選手、おー、いいっすね、いい、これ来たら、これ来たらすごいっすよ、クレイさんがすごいっすよ。横浜の選手ちょっと本当に確かに知ってるわけじゃないよね。あ、もういや、まず知らないですよ、好みの人じゃないですよ、はい、まあ、ベイスターズが出たらもう大変だよな。そうなんですよ、12番行きましょう。おお、いい、これは一番バッターが来たな、来た、いい、西川春樹来ました、最高じゃないですか。これ俺、あの現場で話をして、はい、お前春樹、お前首位打者取れよって言って、はい、言ってたのね。それで、この前札幌ドームで会った時に、いや、今年チャンスですって自分ではっきり言って、おー、本当ですか、うん、そこを引きましたね、ちゃんと、ありがとう、ありがとうございます、はい、よかったちゃんと来ましたね、来たね、はい、で一応これで10連目終わりです。これがあと90回やるんですか。あ、そうですね、あと90回同じこの10連を99回になる。あ、なるほど、どういうんだ、なんか素人っぽく、いや素人だ、せっかくなんでレクチャー受けながら行きましょう。いや、はい、こんな豪華な競技ないっすよ、ね、10連目こう来る時もあるんだね、まあ、もちろんでも確定数が出なくても来るから、山川来たけど B だよ、はい、砂田、今村投げてないもんね、今いいですね、岩崎翔怪我してるじゃん、はい、もう分かる、なに B ばっかりじゃない、これ A もあるんでしょ、 A ありますね、はい、 A が今 10% ぐらい、おおおお、昨日打たれてましたね、昨日打たれてましたね、 A ですね、あー、 A の島選手、
ここ30連目が自チーム確定っていう特別な形になってます。ってことはこれ今自チームが DNA になってて、はい、この中で出てくるこの中の誰かしら一人が絶対 S、 はい、 S、 誰狙いちょっと定めましょう。いや今永いいな、今永。いややっぱそうですね、いいですね。ピッチャーもやっぱいないっていう話だったんで今永がいいな。そうです、今永投手はやっぱいますよね。今永選手が、はい、実はこれ、はい、結構コアな話なんですけど、はい、ゲーム的になんですけど、はい、去年の成績がちょっと、まあ、なかなか、はい、だったので、はい、ちょっと能力ががっつり落とされてしまって、やっぱ反映されてるってことですか。そうなんです。で、今年のここまでの活躍はまだ反映されてないので、ちょっと能力は下がっちゃってる。なるほど。東投手いないですか。東投手もう出てます。お結構いいじゃないですか。去年とこの辺だったら結構強いですね。はい、おお。東でもいいかな。ピッチャー狙いですね、じゃあ。いや、ピッチャー側の。はい、行きましょう。じゃあ行ってみるじゃん。はい、これ一時刻から始まるって、ね、僕もやっぱ一応スキップはできますけど、あ、できない、スキップあるじゃん。スキップしちゃ、スキップしちゃうんすか。まあ確定なんです。まあ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 いいですね。裏も、あ、お前木の方が、木の方がね、しましたもんね。でもあの守備はないわ。初回の、初回のね、取れましたね。取れた。おお、これラッキーじゃないですか。これ A っていうのは能力的にはどうなん？まあやっぱり S ランクに比べれば能力は低くなってます。全然低い。はい。これ何？そこ絶対落ちますね。今なんか出ちゃったり。ああ、ビラク。まあいいや、まあ、S ない。質問のビーカー。あ、これ次ですか？次？次が、はい、確定。わあ、行きましょう。何が出ると？やっぱ今永投手出てほしいですけどね。俺あの中で出てほしくない選手がいるんで。ちょっと嫌だな。来い。おお、すごい、すごい。手に入れた時の能力はこれなんですけど。なるほど。まあこっからさっきの最初に選手名鑑で見た能力まで育てることが、はい、まあ、育てるとか、ね、得てってことです、はい、まだ低いね、でもね、まあ、ここから育成をして、はい、おお、でもこれはいや、来たね、狙いとしてやったね、これはやった高校がちなみに、伊沢さん、はい、誰だったんですか、あの一人入れてほしくない。いや、それ言えないだろ。ここでやっぱ一人じゃあもうスキップだ。はい、畑、はい、お、来た。おお、外人多いな。そうですね。はいはいはい、まあ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 、さっき松尾やって回りだしたからが50連目ですね。次50連目なんですけど、これ流れ的にどうですかね。まあ、これ最後にちょっといくと一番落ち的にはいいの、はい、いいです。じゃあここから残り50さらにやるとすると、はい、今正直そんなにすごいいいガチャがめちゃくちゃあるっていう期間ではなくて、あ、なるほど、戦力強化スカウトっていうのもあるんですけど、はい、うん、これだと今このちょっとまあピックアップされてる選手が出やすいっていうガチャになって、ちょっと能力はあれなんですけど、ただでもまあマスガチャ的にはそこかなっていう感じ。プロがいるから、ね、いや、そうですね、プロがいるから、まあ予想しよう、はい、よし、これは出るのかな。いや、これまだ、この10連目は出ないですね。なるほど、確定では確定ではないですね、はい、おおお、ちょっと、まあ、大好きだ、この辺で応援も好きなんで、好きなんですよね。ちょっと打たれちゃいましたよ。小山のあの笑顔良くなった。ああ、いいですね。畑多いな。欲しいな。もうない。そうなんだ。これなんか被ってんないよいよ。そうだね。結構もうやっぱ多少は。ああ。阪神に結構出ますね。そうですね。そうですね。多い。いや、阪神好きだからいいんだけど。はい。アンチ。動画ではアンチって言われます。これ20連目ですね。もう確定ではないんですけど出る可能性は。なるほど。はい。その。下打ちやめてもらっていいですか。かわいそうなんで。畑さん。畑さん。畑さん。あのプロスピにファンがいいんじゃない。あれ S って出なかったっけ？T岡田。
違った？いや、出てないんじゃないですか。あー、あもうポンポン行くよ。はい、行きましょう。次が30連目。30連目は出んの？これ確定なんですけど、はい、一応自チームの選手の確率が上がってるので。なるほど。ここで言うと今楠本選手が DeNA をピックアップになってるので確率としては高い。なるほど。楠本は2軍だからね今。そうですね。じゃあ逆に別の選手狙うのもありってことですか？そうですね。自チームを変えて別のチームを変える。見ましょうよ。ちょっと見よう。伊達セーブが木村選手で、はい、いいだな。佐藤龍デスパイル。デスパイルいいじゃないですか。ちょっと一通り、で楽天がブラッシュ。あ、ブラッシュ。いいいい。よく話題に挙げてますから、ね。ブラッシュは初めてここでスラッグです。おお。バティスタ。ああ、いいっすね。バティスタも捨てがたいな。ちょっと今のところこの二人ありっす。そうですね。まあ、バティスタ選手は多分被らないです、ポジション的には。あ、本当ですか。じゃあこれ狙い行きましょう。じゃあこれ、これもう必ず出るの？ここもう30連目で新戦力、この中の誰かしら1人が出るので、はい、12名の1人が出るので、なるほど。で確率的に、うん、広島にすると 30% まで上がります。じゃあ広島にしよう。はい、じゃあ広島に。岩辺がどうしたんだっけ、よかった。もうこんなとこどうでもいいような感じだね。まあでも出る可能性はもちろん。あ、来たんだ。来た。おお。バレンティン S 持ってる。あ、でもバレンティン S ランク持ってるとこの A ランク育ててもらえればあの限界突破っていう。なるほど。さらに強くさっきの使えるってことですね。あ、じゃあ、はい、誰？二人いるんじゃ。S ランクに A ランクのバレンティンをこう入れるみたいな。あ、はい。じゃあ強化するってこと。それさっき。これじゃあ。それは言ったんだ。それだいぶ序盤にいる。まあややこしいですね。じゃあ次。次が来た。おー、まあ、振り落ちてねー、まあまあ、振り落ちてねー。はい、まあまあ、はい、まあでも、はい、おすごい、まさらにバッターは良くなってきて、いや、やっぱちょっと強打者増えてきましたね、うん、で次が残り、はい、ガチャもあと20連、ね、はい、あと20連、はいはい、さっきみたいなのないの？そうですね、一応まあ、S ランクが出たら結構確率としては、バティスタが確率は高くなってます。なるほど。いくよ、じゃあ。はい。行きましょう。行きましょう。はい、やっぱこういうところで出てくれると嬉しいですね。出たことある？あ、もちろんあります。ほんと？はい。君の監督だね。どうしてるの？強いから、どうだし、どうだし。人間ばっかりじゃないですか。問題。ロマンス。安倍晋三さん。おお、楽しみ。この前コッパンで打たれた。おお、来た。おー、すげー、すげー。マジっすか。バティスタ来た。すげー。お前、守備位置困るぞ、お前。めっちゃ守備早いぜ、マジで。これはなかなか聞けないです。聞けない。はい。すごいな。おお、僕ら欲しいっすよ、今。おお、A ランク欲しいの？はい、欲しいです。あげる？いや、これにダメ。なんで上からなんですか？そうだ。プロっすよ。いや、これはでもすごいっすね。いや、すごい。これすごい。いやー、村上さんすごいわ。これ勝てるかもかな。見せました。ちょっと緊張してみた。おお、でもいいっすよ。いい緊張感だ。確率的には。さあ、これ演出は、いやー、いいかな。うん、これでも分かんの、はい、そうですね、あ、最後の割れたりとか、いろんな演出があるんですけど、そうですね、はい、これ確定じゃないのかな、きた、全部でじゃあもう90連やった形ですね。で最後がまた自チーム確定なんですけど、はい、ということは福袋で、そうですね、どこにしますか。もちろんいろんな球団変えて引くこともできるんですけど、はい、いや、これが楽天ですね。楽天はいらない。誰が欲しいですか、D、誰が欲しいですか、今一番 S ランクで欲しい選手、まあ、出てない選手の可能性もあるけど、一番欲しいの、はい、坂本。おー、坂本は好きだよ。じゃあ大丈夫ですか。え、いや、もうあれだったら坂本に投げそう。まあでも
ボア。こちらに決めましょう。坂本が出たらなんかすごい縁を感じる。すごいですね、それは。もう13分の1なんで結構厳しい額だと思いますけど。わらど。よしよしよし。じゃあ。おうや。あと話です。もう、引退しちゃったの？そうですね、もう少しで多分出なくなっちゃった。あおー、B ランク。これ何？これ何なの？いや、でも絶対出るかもしれない。いや、出る可能性ない。はい、本当に楽しみ。プロで出ちゃったらもう出ないから。プロですから。プロなんです。プロですから。いやいや、いらない。まあ、こういう感じ。うわー、次っすか。来い。いやー、ちょっと緊張する。プレのラスト。坂本選手。いくよ。いくよ。はい。あ、はい。おぉ すげえ、すげえ、すごい、いやいやいや、いやすごいけど、これはすごいよ。いやいやいや、さんすげえわ。坂本じゃなかったな。まあでもすごいよね。いやー、僕200連ぐらいしても出なかった。おぉ、マジっすか。マジで、はい、でも持ってるでしょ。あ、今持ってないです。あの最新のものは持ってないです。坂本もう持ってないです。坂本だったら変えてもらおうと思って。